あ、これだ、ね、やっちゃう。はい、ありがとう。すごい、すごい、めちゃくちゃ。シングル今感じクヌーが一番かっこいいな。バタバタクヌーが一番やっぱすごいね。はい、すごい今日すごいテンション高めですね。すごい踊っちゃってるもん。久しぶりに足場に来れて嬉しそう。すごい足短い人みたいになってきて。足めっちゃ短い人や。足短めの人。足場に来れて嬉しそうですね。今日は素晴らしい人で本当に久しぶりですね。なかなかね、やっぱ民間で、まあ、みんな絶対使ってるんですけど、もちろん。だけどまあね、プラテだと。いろいろなことがありますよ、読書とかね。しかも最近外部の方が多かったからね。多かったからね、もう本当自社が少なすぎて。で、うちの足場を結構あれだろ、下着の方なんでしょ、結構。そうそう、だから足場班の方、外の物件ばっかり。そう、だから足場班の方が自社っていうのが少ないから。そういうこと。今日は珍しく。珍しく。コンビもちょっとまあまあなコンビで。ね。はい。あ、二人おるしね。はい。おいでーす。早くするよね。ハハ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 ハだいぶ通用だ。ずっとやってます。あ、これだけやってます。はい。ありがとう。え、何やってます？足場、足場。すごい、めちゃくちゃ。なんでで、帰る人だ。椅子を減らした。もういいか。なんで前、あれ高さ違う。めっちゃやってます。見て。今、向こうのアンチの高さと、あの、ブレーキの高さが違うもんね。本当だ、一段ずつ違う。やりやすいなと思って。そうだろう。確かに一段ずつ違う。これはダメなんですね。ちょっとインスタでかっこいいのがありました。岡部の、はい、ね、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいインスタ、俺があの社長のインスタですか。見つけました。社長のインスタに上がってるんですか。見ただろう。はい、私は。桃がかかったわ。はい。あのエフェクトがいい感じです。でそれがちょっとなんかいいの作りすぎてちょっとさっき言っちゃった。プラスアルファできちゃったらね、嬉しいが。なんかここもう早いな。今何？まだ11時？9時半。それは嘘。めちゃくちゃだ嘘。ほら、もう11時半です。11時半だ。2時間さまよってます。だいたい戸建てが何？あ、だいたい今3人で来とって、これでどれはちょっとあるな、400ぐらい。いや、あもう330ぐらい。あ、そんなにない。結構大きく感じるな。今日は昼飯も来るんで、視聴者皆さん、あのね。はい、久々の職人飯も動画撮りますんで、ぜひ見てください。はい。俺もこの首終わったけどね。この一回で。岡部の裏は首終わったの。そうない、先に一緒に組んでかんと偉いの。先に組んでかんと偉いの。組んでかんと偉いの。なんでこれ昭和者みたいな。これはちょっとあれ、何のか。あ、そうか。あ、大丈夫。お金ちょうだい。急にカメラ回ってないところでお金ちょうだい。あ、何欲しい。あ、今欲しいもんない。すごい。あ、全部抜いとんだ。これ上に付け替える。あ、そういうこと。下はいらない。ゴックさん怒ってる。何が？すごい。なんか楽しい。あ、でこっちからまた伸ばしてみるか。一人でできるとこは。
俺の音もほぼ戦力が来る言葉だけだから。あれ上ずっと変わらないんだもんな、あの壁触るのにな。でここで今つないで、あそこで補強入れるんですよ。何年だもん今特定技能になった実習生だった。あと今特定、あ今特定、あ5年おって特定になって何か別、うん、あ特定になってない特定になって、これはあの今うちもあいいよ特定特定技能ってあの実習生で5年今日本におって一回帰ってどれぐらい帰った2ヶ月ぐらい帰った、これ特定技能って5年おったらあの特定技能って言うから他の会社があるんだけど、でこいつがだってうちが嫌だって言ったらその会社で、あここで5年やったけどここ嫌だから違うとこ行きたいけど、1期生で1年2期生で2年3期生で2年って1号生2号生3号生があるんだ、で3号終わってから特定技能ってまた10年やるんだな、更新でまた5年おる。めっちゃ日本語上手ですね。さっき悪口言われたもん。なんて一緒に寝ちゃダメとか言わせられてた。一緒にそうあの人にそうやっぱり一緒に寝たくないんだ。俺もそれ何回も言ったけど無理で、まあ、特定技能実習生ってやっぱ今うちもあの鈴木あ、なんかボスじゃない副理事長、一応俺理事長もやっててあの実習生特定技能のビジネスもやってて、はい、この間兵庫県、はい、いや本当にまあこれイベントがあった人だけど北海あの大阪の商工会のイベントがあった人が、うんうん、あの人だよ合力組さん合憲組さん、まあ、合憲組さん組さんって人だろ知ってますよYouTube もやってる方ですよ、ね、YouTube やってるんでそこを見てください。もしやったらちょっと概要欄貼ってるんで、はい、ちょっと面白いですよね。面白いとかやってるけど、まあ、そこも一緒にやろうみたいな、はい、なんで実習生的に、まあ、これだけのレベルだよね。すごい本当に。いやだってもう見てたらなんかベトナム実習生いなくなったら困るの日本人たちだなと思う。だって今もさっきも岡部終わるじゃん。岡部そこあるそう、なんか本当にすごい岡部分かるぞ。え？どこ分かるぞセリアグさん終わるじゃん。お、うんそうだよって書いてなんかあいつをで今はもうこれあの実習生っていうのは組合を通してきてるけど、特定技能っていうのはもう本当に直接交流なんで技能免許もちろん取らせれるし、あもう自由になるんだ。その実習生より、うちはまあ多分ほぼほぼ確定なのが30万出すけど、はい、1年半だったの1年か2年かけて全部、まあ、例えば18ヶ月とか24ヶ月で、はい、例えば30万かかったら1万円ずつ払います。あじゃあ最初に1回30万ボンって払うわけじゃなくて、そうそう、だって免許取った瞬間やめますって言ったら損してくれ、まあ、確かにそうです、ね、だから2年間かけてシェアするとか、でもちろん免許取ったら給料も上がるわけじゃん、うんうん、できること増えるし、そうそう、だから本当にいいよ。じゃあ特定技能になったら、特定技能になったら一人で、免許も持ってた一人でも行けるしってこと、特定の技能がもう習熟レベルっていう、あのまあ、あのちゃんとしたレベルはありますよ、だから日本で働くことを許可しますよっていう許可、それがもう免許みたいな感じなんですよ。へぇ、あるらしいよ、そういうのがあるらしい、ベトナム語で勉強できる、うん、聞いてやるわ、それだったらめっちゃいいね、うん、ぜひうちもその何特定技能あのなんか七色パートナーズだったね、はい、だったっけ、やった七色パートナーズ、七色パートナーズだよな、でやってますので、はい、まあ俺はちょっと対応しんけど副理事の方が、まあ、理事は後ろで隠れてるのが理事は YouTube 撮るのが仕事こっちではめっちゃ出るけどね、こっちはめちゃくちゃ出てきてるけど、 あの七色パートナーの方では全然出るんで、ほぼ出るよ、打ち合わせとかしとるけどな、うん、確かに。はい、前半戦終わって後半戦昼飯動画、まさかの大ハプニングが起きまして、ちょっと、はい、いい動画一本撮れましたけど、はい、大事件良き動画がみんなが限界になっとるやつはやっぱいい動画だな悪魔見えてきたなんだよ俺ボコボコに殴られてやっぱ限界や人生
俺、俺死を感じたときだね、あれはやっぱ伸びるだろ、それ、うん、まあまあまあ棚橋たちが輪郭を感じたときに伸びたんだよその輪郭を感じたときちょうど伸びる徐々にみんなが現場に入って今度は岡部の限界だわこうやってみんなが現場に入っていくと始まりますって感じするね あこれな、今から後半戦はい準備しつってこれアドバイスもあるな足開けたな、確実にまあでもそれぐらいの方がいいと思うよ、ローラー上がるで、うん、もう一個上がっとる方が偉いんだよ1800がちょうどいいって言うてな本当はあれは悪いぞこれ出しげよおっすげどこしてるんだろうな、あんまり出さないですよ。こうなったらいいですよ、これ。ハハハハ。ロックシングルより今。バカバカシングルが一番かっこいいな。バカバカシングルが一番やっぱ。すごいね。あ、来た。はい見て見て、みんないなくなっちゃった消えてまって、じゃあ本日久々にちょっと足場の組み立て動画撮りましたけど、はい皆さん、はい、また足場の求人と、はい、足場世代の買取あの足場世代の買取って言ってますので、ぜひ買取と求人もね、本当に人手が足りてないんで応援含め、はい、女優で入りたいとかちょっと1週間2週間で入りたいとか、はい、まあ、結構そういう子ももらうみたいなんで、はい、はい、ぜひ声かけしてください。はい、お願いします。お願いします。はい、そう、せーの、旅でーす。久々にこれやるな、なんか久々にこれやるな。